おはようございます。キュートハウスです。2024年9月の21日土曜日です。いよいよ今日はキャンディーの1番2番ちゃんの性別がわかる日になると思います。この子はラムの1番のペンペン、ラムの2番のメメくん。はい、ひめちゃんなんか遊ぶ、ひめちゃん、やだー、これで遊ぶのはやめてください。はい、ひめちゃんです。はい、そしてシナモンちゃん、ちょっと眠たいですね。で、ノーマルくん。そしてキャンディーの、はい、キャンディーの1番ちゃんです。よいしょ。はい、キャンディーの1番ちゃんね。ということはキャンディーの2番ちゃんです。よいしょ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 。メメです。引き続きこの中の3話の里親さんを募集しておりますので、ご連絡をいただけたらなと思っております。はい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 、ご飯は食べました。はい、ではね、はい、保育室に戻ってきました。全員そこにおるね。はい、今こっちに来たのが一番お兄ちゃんの、ペンペンくんです。8月15日生まれですね。ラムとムースの1番ちゃんです。で、あそこにいる大きい子がラムの2番くんのメメ。そしてお家が決まってるのは、みんな大きくなっちゃってちょっと、はい、ひめちゃん、はい、ひめちゃん、はい、ひめちゃんです。で、あとはひめちゃんと一緒にお家に行く子はシナモンちゃんですね。はい、シナモンちゃんです。はい、そしてノーマルくん、お、一番下の子です。ノーマルくん、よいしょ。はい、この子は8月28日生まれです。もう素揚げして2週間ぐらいになりますね。はい、そして今日性別鑑定がわかるキャンディーの1番ちゃん、あやれれれ、男の子か女の子か分かります。そしてお迎えがどうなるか決まります。そしてキャンディーの2番ちゃんですね。はい。よいしょよいしょよいしょ、おいしょ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 、黄色出てきたかい？ちょっと出てきたね。で、この中でちゃんと決まってるのは、姫とシナモンちゃんだけです。あと男の子には決まってますけれども、どの子になるかは今日の、性別鑑定でね決まります。よろしくお願いします。